どうもタブヤンです。ドラゴンボール3悟空伝続きやっていきたいと思います。さあ、父を探しに行く旅ですかな。お、父が見えてきましたね。あれ明らかに父だよね。敵と戦ってもね、レベルが上がらないからできるだけ敵を避けていきたいよね。はてなマーク、ユーマオ、お前の持ってるカードさ全部交換する。やめて、せっかく強いカードばっか集めたのに何してくれる、ユーマオ。さあ、父もうすぐだ。どうしよう。1で、あ、敵出てきた。リカント、もうリカントとかは一撃で倒せるんだけど、経験値っていうかね、レベル上限があるからこれ倒してもなんも嬉しくないもんな。これだもんね。さあ、4出せば父ゴールか。牛魔王の娘の父がいました。娘ね、父、キャー、うわー、ダメージ受けた。いきなり近づいたので父は驚いて必殺のビームを悟空にお見舞いしました。悟空はかなりのダメージを受けました。あ、またやばい、死んじゃう。ウーロン、なんとかしろ。はじめまして、僕ウーロン。これでいいのかな。ブルマ、あれ、嘘でしょ。調べる父、確かに牛魔王の見せてくれた写真の子です。ソラ、え、悟空死んじゃうよ。ウーロン、なんとかしろ。ブルマ、移動、戻るじゃないよね。使う、あー、食べ物で回復っていうこと。尿意棒で父いじってみるか。尿意棒、ここでは使えません。父な、何者だおめえは。なあ、お前牛魔王のおっちゃんの子供だろ。フライパン山の火は消えたから連れ戻してくれって頼まれたんだぞ。あんれー、ほんとけー。父は悟空と一緒に戻ることにしました。よし、行こう。自分で戻らないといけないの。うそー、めんどくせえな。あ、これやばいね。ちょっとカード使って回復しておこう。食べ物食べておきましょう。よし、戻ってきたぞ。おお、父、無事だったべか。見てみろ、山の火は消えちまったぞ。おと、えがっただな。よし、またまた、お礼にオラの飛行機をやるべ。僕は牛魔王から飛行機をもらった。んだ、おめえなら父を嫁にやってもいいな。んだ、もうちょっと大きくなったら嫁にもらいに来てくれな。僕は訳もわからず父との結婚の約束をしてしまった。もらえるもんならもらう、もらってやるぞって言ったんだよね。どこに行けばいいんだこれ。ブルマ、本当によかったわね。ウーロン、チッ、悟空のやついいな。あ、飛行機使うかな。あ、違うか。オラの飛行機もええけんど、無天老師様はもっといい乗り物を持ってるだ。おめえならもらえるかも。金刀のことか。無天老師のとこに行けばいいのかな。きっとだでー。そういうことみたいだね。よし、行こう。さあ、飛行機使いましょうか。飛行機、
だよね。飛行機でレッツゴー。さあ着いたぞ、亀仙人のとこ。亀ハウス調べる。亀ハウス移動、中に入るかな。亀ハウス、亀仙人に話します。じいちゃん、え、なんじゃお前か、驚かさんでくれ。あれ話進まない。ブルマ、ねえ、牛魔王さんに聞いたんだけど素敵な乗り物を持ってるそうね。確かに持っとる。オラたちそれをもらいてんだ。なるほどの。じゃがただではやれん。ピーチピーチギャルのパンティーを持ってこい。ブールマさんにはそれまでここに残ってもらう。じゃったらやってもええぞ。え、どこで手に入れるんだろう。えらい有名人なのに俺よりスケベだな。え、どうすりゃいいんだろう。可愛くてできればむっちりとした娘のパンティーがベストだな。ブルマ脱いでくれよ。どこに行けばいいんだろう。エッチそうなビデオ見てたの。パンティー探し行きましょう。僕はウーロンと共にギャルのパンティー探しに出かけました。マジか、セーブしておこう。え、どこに行けばいいんだこれ。全体マップ確認。あ、なにこれ、狭い。パンティー探しか。参ったな。あ、アイテムゲットできる。カプセルハウスある、あそこ行こう。ちょっとアイテムが少なくなってきたんでね。ブルマ、どれでも好きなの選んで。よし、生命力アップで、まあレベル上げする必要ないからな。まあ先頭も1個あるし、もう、あ、でもちょっともう1回入っとこうか。あー外れたね。これ同じカードが 2枚やったら行ってこいでいけるんだよね。ちょっと行ってこいしようか。これで敵が出なければ。あ、まだか。しまった、これ。僕、修行じゃ。おお。修行はもう今必要ないんです。星のカード。じゃあ、少ないのだ、わざと出しますね。で、これで戻ると。カードをもらう。3枚目。おお、完全回復。これ、先頭かな。やった、これぐらいでいいか。敵がちょっとね、強くなってるんだよね、さっきから。さあ、そろそろ行こうかな。5を出せばいいのか。あ、5だと行き過ぎか。2、3、4。あ、到着できた。僕、パンティー頼んだぞ。何言ってるんだろう。パンティーが当たりなのかな。真ん中、ブーギャルのパンティー。え、それでいいの？ブーギャルって何？ちょっとぽっちゃり系っていうことか。亀仙人の好きな感じなのかな。行きましょうか。戻ればいいのかな。よし、ここでアイテムをちょっと稼いどいて。あ、外れ。外れか。じゃあもう行くか。さあ、一気にゴールだ。持ってきましたよ。亀仙人はかなり焦っているようです。ブルマ、私退屈しちゃったわよ。へ、一応女のパンツだぜ。はよ見せてみ。亀仙人は僕の持っているパンティーを素早く奪い取ると、それをじっくりと調べました。ん、これはどうもピチピチギャルのパンティーではなさそうじゃな。いまいちじゃが、まあええわい。楽しい乗り物をくれてやるわい。こがめらよ。え、これお前にやろう。
あれ、キントーンじゃないの？ハズレなんじゃないこれ。コガメラ？まあ、これで我慢するか。どうすりゃいいんだろうこれ。どこに行くんだろう。西の都行けばいいのかな。アイテムカード、コガメラ、好きなところまで。よし、行こう。コガメラ GO、 西の都行けー。目が回る。あ、悟空は酔ってしまってダメージを受けた。そういうことか。しまった、入る前にセーブしておくんだった。また同じことしちゃったよ。これセーブデータ消さないようにしないとね。さあセーブして、前と同じようにすればいいのかな。一度来てますからね。私の家、カプセルコーポレーションね。ウーロンいなかったんだよね。西にあったよね。そちらへは行きません。え、調べないといけないのか。人、何かに怯えている。うん、知ってるけどね。ウサギ団でしょ。ウサギ団に捕まった。ブルマン、一体どうなってるのよ。西へ行く。あ、行けないの。トニンジンカってやつがボスのはずだぜ。やつに触るとみんな人参になっちまうんだ。やばいよ。あ、ウーロンやっぱ知ってるんだね。調べる人、ブルってる、移動、西へ行く。え、南かな。あ、南に行けた。あ、こいつらいた。こいつら倒さないといけなかったんだよね。西がカプセルコーポレーション、ウサギ団がいる。で、移動で西へ行く。ちょっと街中、うん、なんだ。調べる、耳飾り、ウサギ団、戦うウサギ団、行こう。悟空 VS ウサギ団、行こう。ちょっと待ってよ。最初は防御しようか。防御しての必殺技のこうだな。このターンで、4回ターンで終わらせてやるぜ。まずは最強のカードを使ってくると思うんだよね、相手がね。なので防御力の高いので防御して、ここで勝負だ。どうだ。よし、上回った。じゃんけん、悟空の唯一の必殺技、じゃんけん。ほい、11、弱い。もう一回だ。真偽体の体だ。いけ、これで一体やっつけちゃえ。ウサギ一匹やっつけろ。どうだ、やっつけた。あと一匹。そしてこのブーというね、攻撃、におい棒だい。どうだい、倒しました。レベルが上がらないのが寂しいけどね。オッケー。そして移動を西へ行く。まだいるんだよね、ここね。調べる、建物の中入るんだったよね。ブルマ、ここが私の家よ。で、中に入る。こらー、だから戦う。これセレクトでお助けカード。あー、アイテムカードは使えないのか、ここでは。え、悟空の状態、悟空のレベル、戦うしかないのか。体力、最後もう一回。カード4枚、今度も1個目は防御で、
連続攻撃、蹴り連続攻撃行こう。1個目防御ね。ノーダメージ、作戦通り。そして決める、キックとパンチ。僕大猿になって攻撃。まず1匹予定通り。そしてあー、相手からのマシンガン攻撃予定外。かすり傷だ。悟空いけ。よし、相手防御1ですよ。いっちゃえ。大猿にはならなかったけど、どうだ。よーし、やってやったぜ。さあこれで中に入れるのかな。移動入り口、ブルマの部屋。一体どうなってるのよ。ウサギだ。全く嫌なやつですよ。絶対にやばいよ。戦うだな。いけ。やばい、カードが弱い。あ、これはやばいな。守って守ってしかないね。カードが弱すぎる。防御力7でノーダメージ。よし、ここでパンチで一体やっつけれるか。あ、でも相手の防御力も5か。これは無理だろうね。無理だ、これは長期戦になりそうだ。このターンは耐えるしかないね。頑張れ、耐えろ。うげえ、強いカードだ。こっちいちいち最悪のカードだ。あー、5もダメージ受けたぞ。やっべー。カード4枚の勝負、また向こうが決めるの。ここは1ターン目耐えて、そして決める。いけいけ。大猿ならない。あれ、まだ1匹も倒せない。うっそさっさと決めちまえ。ニョイボウ来た。よし、あと1匹。うわー、これ耐えるしかない。悟空の体力との相談だ。カード4枚の勝負、もう一発目で必殺技やって決めようか。よし、じゃんけんだ。勝ったな。じゃんけんパー。よし、さあこれであの人参野郎とのバトルかな。調べる部屋、女の子らしくないメカ、テーブル、引き出し、調べる引き出し、ドラゴンボールがない。にこっから横に行くんだったよね。セーブしておこう。進む。きた、トニンジンカ、ブリフ博士の部屋。こうウーロンに話しかけようかな。俺が鳥に化けて人参を奪い返すから、僕はその如意棒でトニンジンカをやっつけるんだ。そうか、ウーロンは鳥に化けてトニンジンカの手から2本の人参を奪い返しました。 OK、 使う如意棒だ。僕は如意棒でトニンジンカとウサギ団をやっつけてしまいました。あ、やった、戦わなくていいんだ。でもこれでブーマの両親は元に戻れなくなってしまった。え、ちょっと、なんとしてもドラゴンボールを7つ集めて父さんと母さんを元通りにするのよ。え、そういうことか。すまねえあいつに参ったね。調べる部屋、あ、食べ物使える。悟空の生命力回復、使う食べ物。よし、え、移動、調べる部屋、
テレビと引き出しがあります。調べる。引き出し。あ、ドラゴンボールの竜神柱。取る。ドラゴンボール。よし。調べる。テレビ。歌が番組が映っています。あ、それだけ？他にはもうなし。オッケー。移動しましょう。あ、外に出た。次の目的は何なのよ、これ。全体マップ確認。あ、なんか広くなってるね。西の都から南に今行けるのかな？カプセルハウスでまた回復アイテムを増やしたいね。今、先頭1個だけしかないのかな。小ガメラ使いたいところだけど、体力減るからな。ということで、今回はここで区切りたいと思います。次回、この東に見えてるカプセルハウスで、アイテム集めしてからの、小ガメラで南に飛びましょうかね。それではまた。さよなら。リベンジできました。